僕はもう映画でデビューして、その時の面白さを追い求めて、今まで俳優を続けてきたんですね。ちょっとでもなんか映画の撮影現場を見るっていうのはもう本当に、勉強になるっていうか、興味が湧く瞬間だと思うのでね、映画作りをなんか体現していただきたいと思います。映画を身近に感じてもらおうと、北九州市出身の俳優、三石研さんが中学生向けのトークイベントに登場しました。三石さんは博多っ子純情で映画デビュー。ヤクザ役から良き父親役まで幅広く演じる名バイプレイヤーです。目の前でその俳優さんと見れ会えて、とても迫力がありました。映画本当に見なくて、映画見ても何が面白いのかなとか思ってしまうんですけど、何か感動とかできたらいいなって思っています。生徒たちはこの後、三石さんが出演する映画を鑑賞しました。北九州市では国際映画祭が昨日開幕。市内4つの会場で国内外の30作品余りを上映します。